ドクターマグの研究所。はいはい、どうもー。砂漠村が似合うナバドス。今日はですねー、みんな大好きコーラスフルーツを砂漠村に植えたいと思います。コーラスフルーツを植えるにはエンドストーンを置かないといけないんですねー。よし、ここにしましょう。うん、日当たりもバッチリ、わんさか育つと思いますぞ。はい、ここにコーラスの花を置きます。おお、ぐんぐん育ってますなー。コーラスフルーツ食べ放題ですね。このように日当たりの良い場所にエンドストーンを置いてコーラスの花を置くとねー、ぐんぐん育つのです。やっぱり砂漠村で正解でしたな。ほらほらー。あまり密集しちゃうとダメみたいですな。まあ、これくらい立派になれば十分ですねー。おいおいおい、わんさかが止まらないよ。なにこれ、コーラスってこんなにわんさかしてましたっけ。早い、成長が早い。2本しか植えてないのに、なにこれ、成長しすぎでしょ。みんなが好きだからって、やりすぎですっての。加速するわんさか。いやいやいや、もういいですっての。止まりなさいよ。このままじゃ、世界がコーラスしてしまいますっての。マジかー。わんさかコーラス、マジかー。これってどうやって止めるの？わんさかを中止するのってどうやるの？ストップワンサカ。ちょ、どんどんワンサカしてるー。これねー、別に早送りしてるわけじゃないんですよ。ナチュラルの映像なのです。ナチュラルワンサカなのです。ワンサカすぎて、自分を破壊してませんか。どうしよう。このまま行くと、この世界の空は、コーラスに埋め尽くされてしまう。たった2本なのに。ああ、まだ育つの。万年成長期ですか。ちょっと羨ましい。いやいやいや。はい、成長期が止まらないコーラスくん。どうなったのかと言いますと、とんでもない姿になってしまいました。たった2本から成長したコーラスくんは、わんさかに歯止めをかけることなく、大地に突き刺さる紫の爪のような、とんでもない化け物に成長してしまいました。これがみんなの好きなコーラスくんです。もうねー、悪魔の仕業としか言いようがないですな。一応高度限界で成長は止まったようですが、見た目のヤバさから心の不安は成長しっぱなしです。これどうすればいいの。軽いガーデニングのつもりだったのに悪魔を召喚してしまいました。もし、あなたのお家のベランダにある、プチトマトの苗木が、こんな風になったら、どうしますか？プチトマト食べ放題ですぞ。まあ、それはそれでいいかもですな。そうか。これを収穫すれば、コーラスフルーツに困ることはなくなりますな。なるほどー。刈り取ってあげればいいのですな。ふっふっふ、めちゃくちゃコーラスフルーツが収穫できますぞ。これでワープし放題です。よし、すべてを無に、すべてを大量のコーラスフルーツに。ふっふっふ、やってしまいましょう。さようなら、コーラスくんたち。これが君たちの運命だったのだよ。おーおーおー。あ、集合体恐怖症の方は、薄目でしぶしぶ見るようにしてくださいな。大量のコーラスフルーツが落ちてきますからな。ふっふっふ、これが君たち、成長が加速した者たちの、行き着く終点だったのだよ。うげえ。ちょっと見た目が怖いですな。コーラス目、こんなに増えてまで、目立ちたいのですか？
画面を気持ち悪くしてまで。とんでもないフルーツですな。しっかし、いつになったら終わるのやら。なんと。はい、見事にクラッシュしてしまいましたが、今回の茶番は、コマンドによるものでしたー。って、バレてましたよね、あはは。はい、このコマンド。これと。こっち。これね。うん。あと、これ。はい、この3種類のコマンドにより、成長期が止まらないコーラスフルーツができました。ええ、もちろんですが、このコマンドは、研究所のマッドコマンダー、ドンさんによるものです。まったく、とんでもないコマンドを作ったものです。クラッシュしましたからねー。にしても、このインパクトはすごい。ほとんどお化けですよ。普通のコーラスも、ここまで成長ってするんですかね。いいですか皆さん。ここまで巨大になったコーラスを、伐採したらダメですぞ。とんでもなく負荷がかかり、マイクラがクラッシュしてしまうかもです。今もねー、かなり重いんですよ。うん、激重なんです。こんなに重いのに、コーラスはお構いなし、どんどん地上に降り注いでいます。おーおーおー。やばいですな。もうそろそろ全てが終わりますな。全てが無になる。そして、私のパソコンも、無になる。コーラスの動きが止まれば、パソコンの動きも止まる。そういう運命なのですな。あはは、ちょっと残ってますねー。これがコーラスの良心。集合体恐怖症の皆様、この後ですね、ちょっと耐え難い映像になると思います。見ちゃダメですぞ。私もこういうのは苦手なのですが。苦手なのにいい。ひどい。こんな映像を見せられるなんて。くっそー。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。